皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回は静岡県富士見中学校の令和2年の入試問題、算数の大問の2を解いてみたいと思います。大問の2は短い文章題で4問あります。前半に2問、後半に2問、このように解いていきます。では問題見ていきましょう。括弧1、お父さんからもらったお小遣い6000円を兄と妹の2人で分けます。兄は妹の 1.5 倍もらうように分けたいと思います。この時妹のもらう金額はいくらですか、とこういう問題です。この問題、実は線分図を書くと簡単にどういうふうに解けばいいかが分かります。まず兄と妹、兄は妹の 1.5 倍もらいます。ですから妹がもらう分は1と考えます。線分図で1ですね、これ1で、でお兄さんは妹の 1.5 倍ですから1と、あと 0.5 と 1.5 と、そして2人を合わせると6000円になるので、この線分図を一つにまとめると妹が1、そしてお兄さんが 1.5 と、こうなりますよね。妹がここで1と、であとお兄さんが 1.5 あるので、ここからここまでは 2.5 ということになります。そしてこの全体は6000円ですね。ですから妹のもらうお金、これを 2.5 倍したら6000円になる、こんな式ができますよね。つまり妹の金額かける 2.5 がこれ6000円だから、妹のもらう金額は6000割る 2.5、この計算で求められるってわかるんですね。6000割る 2.5、 これを計算すると2400になるので、答えは2400円と、このように計算できるわけです。括弧2番です。りんごが63個、みかんが45個あります。それぞれ同じ数ずつ余りがないように分けて袋に入れ、できるだけ多くの子供に配ります。この時一つの袋に入れるりんごの個数は何個ですか、とこういう問題ですね。りんごが63個、みかんが45個あって、りんごはそれぞれに同じ数ずつね。みかんはこの45個をそれぞれみんなに同じ数ずつ分けると、そしてできるだけ多くの子供に分けたい、こうあります。で同じ人数に分けるのに、この63と45、これを割り切れる数の人数、つまり約数の人数分だけに分ける、さらにできるだけ多くとあるので、その中でも一番大きな数の人数ということになりますよね。これは63と45の最大公約数、これを求めなさいと言っているんですね。最大公約数の求め方、いろいろあるんですけれど、一番簡単なのはまず63と45を比べて小さい方の45の約数を並べてみる。その中で63を割り切れる数を見つけていくと、その中で一番大きいのが最大公約数だと、こういう見つけ方もありますけれど、ここではすだれ算という方法を使って、解きたいと思います。すだれ算というのは、まずこの63と45を横に並べて書きます。63、45と、これを割り算していくんですね。で63も45も割れる数を見つけます。まず小さい方の数から見つけていきましょう。
ね、3で割れますから、これ割り算の印、こういう風になります。でここに3って書きます。そして63の下には63÷3、これを計算した答え21、こう書きます。45の下には45÷3、この答えの15を書きます。次にこの2つの数を見て、やはりこの2つの数両方とも割り切れる数を見つけます。ここでもやはり3ですね。これを同じようにこう書いて3とここになります。で 21÷3 の答えを21の下7と、15÷3 の答えを15の下5と書きます。7と5になりました。で7と5どちらも割り切れる数というのは1しかないですよね。1ではあっても結局この答え同じになっちゃうんで、ここでやめます、ね、1以外で見つけるということですね。この時この縦に並んだ3と3、これをかけるとこれが最大公約数になるんですね。つまりサザンが9ですから、9が63と45の最大公約数です。でこの時袋に入れるリンゴの個数は何個ですかと、ね、このリンゴの個数63を9袋に分けるので 63÷9、 これを計算します。実はもうその答えはこのすだれ算の中に出ていますよね。63÷9 をやった答えはここに出ています。ですから7ですね。ですから1つの袋に入れるリンゴの数は7個と、こうやって計算できるわけです。すだれ算だと何人に分けるかという時、サザンが9人に分ける、みかんは1人いくつですかと言ったら、45の一番下を見て5個ずつと、このように分かるんで、この方法、これで計算する方法を覚えちゃうとすごく楽にいろんな問題が解けるようになります。次は3番と4番に移ります。カッコ3です。スポーツ店に行き、定価の 10% 引きでバッグを買ったところ、消費税が 10% かかって代金は4950円になりました。このバッグの定価はいくらですかと、こういう問題ですね。まず最初 10% 引いてもらった、そしたら今度は消費税が 10% かかっちゃった、この部分に騙されてしまう人がいます。 10% 引いてもらって 10% かかったから元に戻ったと思っちゃうんですね。だから定価は4950円、こう出しちゃいけないんです。では実際にじゃあ100円のものを 10% 引いてもらったら 90% だから90円になりますよね。これに消費税 10% ね、かかった場合、90円 ×1.1 を計算すると99円でしょ。100円に戻らないんですよ。ですからこうやって4950円って元の値段には戻っていないということです。こういう場合、この文章の通りに一度式を作ってみましょう。バッグの定価を四角と置いて、まず 10% 引きの値段を出します。 10% 引いてもらったんで 90% で買ったということで、四角 ×0.9 こうなりますね。それに消費税が 10% かかったんで、払うお金はこれに 1.1 をかけます。これが4950円だったということで、こんな式ができました。さらにここの部分をまとめていきます。四角かける0.99イコール4950となりますよね。四角に、つまり定価に 0.99 をかけたら4950円ですから、四角を求めるときには4950÷0.99 と
こういう式になります。これを計算すると5000になるので、バッグの定価は5000円ですよと、このように求めることができました。では四角の括弧の4です。藤見さんは 1.5km の道のりを毎秒 3m の速さで走りました。何分何秒かかりましたかと、このような問題です。この 1.5km と毎秒 3m、 ここの単位まず見てください。道のりの方はキロメートル、速さの方はメートルを使っていますよね。ですからこれ単位を揃えなくてはいけません。速さがメートルなので 1.5km をメートルに直します。 1.5km、 これは 1km 1000m なので1500m とこうなります。道のりは 1500m、 求めるのは時間ですから、時間は道のり割る速さでしたね。ですから1500÷3、 計算すると500になります。これは毎秒 3m なので、かかる時間は500秒、こうなりますけれど、この質問の方で何分何秒ですかと聞いているので、これ500秒では答えはダメです。ですから何分何秒という形にしましょう。1分は60秒なので、まず500÷60をして8余り20となりました。60秒が8個あって、あと20秒余っているよとね。ですからこの8は分ですよね。つまり8分と20秒ということで、答えは8分20秒とこのようになるんですね。今回は静岡県富士見中学校の令和2年の算数の大問の2、これを解いてみました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。